リフォルニアのワインやっぱり餃子に合うな。合う、ね、でも本当にいいのかな。私はいいですよ、たとえ餃子を食べた後でも。香織さんにあのワイン飲んでもらってもいいと思う？そっち。篠原さんはさ、ご主人ならどう思う？やっぱり嫌ですよね、恋人たちって名付けられたワインは。でも私なら今の幸せな生活が壊れるほどの過去は忘れといてほしいと思う。だよな。でも本人の気持ちかな。逃げずに頑張ろうとしてる人なら私も応援したい。部長、何やってんですか？部長も混ぜろ。関西区オフィスでこれはダメだよ。いや、相談事がありますし。おお、なになに、乗る乗る相談。やっぱりどうにもならない過去っていうのはあるのかなと思って。いっぱいある。うん、いつから俺には妻がいるのかとか、どうにもならないね。こそこそ隠してる場合じゃないな。逃げちゃダメだ。よっしゃ、つけ。ちょっと聞いてもらいたいことがある。いや、逃げちゃダメ。これが見つかったんですね、香りのワイン。はい。これはお二人にとって人生を狂わす一本になってしまうかもしれません。覚悟はできてます。なんていうワインですか？恋人たちという名のワインです。わかりました。ありがとう。それじゃあ僕たちはこれで。一緒にいてもらえますか？私は一人生き残ってしまったんです。私と彼は不倫の関係でした。本当に好きだった。幼い頃に家族を失った私が初めて心から愛した人が彼でした。でも彼には離婚できない事情があって、だから私たちは生まれ変わったら一緒になろうって。彼は死に、私だけが生き残ってしまった。目が覚めたら記憶を失っていて、私はあなたのそばにいる資格のない人間です。ごめんなさい。今日まで本当にありがとうございました。ちゃんと話してくれないか、香織。本当はもっと前に記憶蘇ってたんだよな。あの絵を描いた時にはもう全部思い出してたんじゃないのか？今の幸せを守りたかった。あなたと一緒にいる幸せを守りたかった。私みたいな女と一緒にいてくれるあなたと。でももう疲れたんです、偽って生きるのに。だから覚悟はできてます。本当はどんなワインを持ってこられても今みたいに記憶が戻ったふりをするつもりでした。
驚きました。これは本当にあの時のワインです。あなた今までありがとう。さよなら。香織、なんて書くんだ。香織っていうのはどういう感じだ。想像した通りだ。でも覚悟できてたよ。俺香織のこと好きだ。一緒に頑張ってくれないか。いただきます。おいしい。なんだか幸せな気分になってきた。大事な人も見つかったし。どうしたの。違う、なんか微妙に違う。え、それでいてはっきりと違う。これは使徒じゃない。嘘。ちょ、どうするんです。これじゃなかったら何なんです。わからない。わからないって。どうしてここに。神崎先生の表現そのものの絵があるって聞いたの。しずくん、君に一つだけチャンスを与えよう。第一の人のテイスティングはまだ行っていない。対決まで飲むことは控えよう。結構です。素人増然の君と私がそもそも勝負にはならない。少しでも条件はフェアにしないと。もう超ムカつく。何が条件や。フェアによ。どうすんの。わからない。ただ香織さんのワインの延長線上にあるってことは確かなんだけど。さっき言ってた微妙ではっきり違うってこと。まあ感じたままに言うとそうなる。それってヴィンテージのことなんじゃない。ヴィンテージ。うん、銘柄は一緒でも作られた年によってワインの味って違ってくるから。ヴィンテージか。あ、ちょっと待ってください。起きてください。ムッシュ。想像し、なんだ。教えてほしいんです。人なら教えんぞ。そうじゃなくてヴィンテージについて教えてほしいんです。お願いします。待って、右の奥。飲め。タルボ。
覚めよバッカス。全然違うワインだ。こっちのワインは立派な劇場に大観衆を集め全てを兼ね備えた商業演劇、こっちは小さな劇場で行われている劇団。全然わかりません。つまりこっちのワインは完成されているがゆえにひたすら眺めていたい一本、こっちは不完全な部分はあるけれども客との距離が近く親近感の湧く一本。それは天地人。天地人、何天地人って？あのね、ワインは天と地と人で成り立ってるって言われてるの。天に恵まれ地で育まれたブドウが人の手を通じてワインになるの。特に天と地に素晴らしく恵まれた年のワインをグレートヴィンテージと呼ぶの。でもその逆に天とか地とかに恵まれない年のワインはどれだけ人が頑張ってもって話よ。そうか、大地の人がなんとなく見えてきたぞ。あ、むしろベル、ごちそうさまでした。ちょっと待ってください。あ、ごちそうさまでした。おはようございます。大変です、あのワインのグレートヴィンテージが全て買い占められてます。そっか。何のんきな返事してるんですか。しょっちゅう来てますね。あの子はいいんじゃねえか。長さん、おはようございます。篠原さん、ういそう、それでその買い占めてる先が採用コーポレーション、マキって人の会社なんです。だからあれが大地の人なんですよ。でもどうしよう、今日が対決の日なのに。大丈夫、グレートヴィンテージじゃなくていいんだ。ここまではソフトバンク、カネボウ化粧品、味の素とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。では始めるかの。これから神崎先生の遺言状に表現されたる第一の使徒、その謎かけに対して神崎雫、遠峰一世両名の答えを示していただきます。まずは前回の対決で勝利した一世からいくか。まだ若々しく乙女のようなみずみずしさ、しかし恵まれたヴィンテージがもたらす充実感がグラスいっぱいにあふれている。ああ、これこそが神崎先生が表現した甘い花と野生の赤い果実の香り。甲骨が私を招わし手招きする。この深き原生の森へと踏み込め。森だ。思った通り、このワインの奥には澄み切った奇跡の泉が待っているに違いない。なんと素晴らしい光景だ。これはまるで完璧なる一枚の絵画だ。一部の隙もない芸術だ。美しい、あまりに美しい。その光景に私、私はただそれを眺めているだけ。
ジョルジュ・ルーミエのシャンボール・メジニー・レザム・ルース02年、それがお前の答えだな。では雫よ、次はお前の番だ。目覚めよ、バッカス。確かにこの森だ。森の先には泉がある。でも霧が邪魔して、その先の美しい光景を見ることができない。でも僕はその霧をかき分け、すると桟橋が現れる。そしてついにその美しい光景にたどり着くことができた。僕は感謝する。霧という悪条件でも、桟橋、人の助けがなかったらその美しい光景を見ることができなかった。僕の答えはこれです。ジョルジュ・ルーミエ、シャンボル・ミューズニー、レ・ザムルーズ、恋人たちと名付けられたワインの01年です。01年、寒くてブルゴーニュ全域がワイン作りに苦労した平凡なヴィンテージが第一の使徒だからですよ。霧を出来の悪いブドウの年と置き換えれば、桟橋は人です。遠峰さん、あなたは最初からグレートヴィンテージに絞って使徒を探していたんじゃないですか。人の手を煩わすことのない完璧なグレートヴィンテージは確かに素晴らしい。でもブドウ作りの難しかったこの年のワインからは、苦しんでもなお美味しいワインを作ろうとする人間の姿を感じました。欠点があっても辛い過去があっても関係ない。それを乗り越えようと努力するのが人間の魅力です。神崎先生の選ばれた第一の使徒とは、第一の使徒、それはジョルジュ・ルーミエ作、ブルゴーニュ地方シャンボール・ミュジニー村プルミエ・クリュ、レザム・ルーズ、01年。天、地、人、全てが一つに調和する中で生み出されるワインは、単なる酒でなく一編の名作であり、一枚の絵画である。だがいかなる名作名画にも完全無欠なものなど存在しない。ワインもしかり。ワインという飲み物は不完全で、それゆえ欠点を補ってあまりある魅力にあふれている。第一の人にはブドウ作りに苦しんでもなお、それを乗り越えようとする人間の姿がある。霧と橋、美しい光景にたどり着くまでの道筋を見た雫と、その道筋を見なかった一星、結果は分かりやすいまでに明白だな。雫よ。はい。
一世を本気にさせた。あの男はああなると恐ろしいぞ。本当の実力ではお前など足元にも及ばない。分かってます。失礼します。綺麗。はい。楽しくなってきたな。ええ。残念だったね。なっちゃんよりも私が隣にいた方がいいんじゃないの？敵の悪いヴィンテージなんて、まさかあの親父が言うとはな。俺親父のことちゃんと見てたのかな。今度は俺が逃げずに頑張ればな。マツダ、この間のムートンの85年ってあります？うん。ごめんね、ワインは飲んだことがないって言ったけど、実はあれ嘘なんだ。え？前にたった一度だけワイン飲んだことがある。その時飲んだワインがきっとこれ。それが優の思い出。何があったの？私は旦那を懐かしむ。親父の裏切り。本当の神崎豊なのか。ワインへの渇望、渇き。もう二度とワインなんて飲まない。